門前中町駅は東京都江東区門前中町にある東京地下鉄東京都交通局の駅である。東京メトロの駅は門前中町1丁目に都営地下鉄の駅は門前中町2丁目にある。東京メトロの東西線と都営地下鉄の大江戸線が乗り入れ接続駅となっている。駅番号は東西線が T12、大江戸線が E15 である。 中柱のある相対式ホーム2面2線を有する地下駅。改札口は2カ所で、かやば町寄りにエスカレーターと大江戸線への連絡改札口、連絡通路が設置されている。また、エレベーターは4番出口に直結するビルとコンコースを連絡している。大江戸線との乗り換え客で2番線ホームの中の寄りが混雑しているため、 緩和策として2008年9月28日から停止位置目標を中野寄りに5メートル移動させた。さらに、際寄りの改札口とホームを連絡するエレベーター設置工事とホーム中央部分を60メートルにわたり拡幅した。乗り場発車メロディ2015年6月3日から迎えや、ミノル作曲の発車メロディを使用している。曲は一番線が、 エーデインザメトロ2番線がビヨンドザメトロポリスである。島式ホーム1面2線を有する地下駅。他の大江戸線の駅によく見られるように改札口は1箇所のみの設置であるが、東西線の連絡改札が方面別に各1箇所ずつある。門前中町駅、勤務関区門前中町駅、勤務区として、勝時駅倉前駅間を管理している。参加に、 浅草線浅草橋駅押上げ駅間を管轄する浅草橋駅、ストム区を持つ。なお、大門駅、ストム管理所門前中町駅、ストム区だった当時は、汐止駅、森下駅間を管理していた。定期券発売所、定期券自動券売機設置駅である。改札外とホームとの間は、階段のほかエスカレーターエレベーターで連絡している。 地上とコンコースを連絡するエレベーターは、両国寄りの出口にある。トンネルの壁パネルは、青と白の2色で、駅名標周囲は、江戸文字の各字で、門前中町の4字を配置している。乗り場近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。門前中町3番出口付近のマクドナルド前に、 校舎停留所が設置されている。門前中町二丁目八丁堀東駅四番出入口から東京水ベライン、越中島発着場は徒歩約10分、駅南方の相生橋の手前の隅田川沿いにある。1967年6月11日、東駅の工事現場にて防空壕の跡が発見され、そこには抱き合った親子の遺骨があった。遺骨は、 東京大空襲の犠牲者のもので、付近からは最終的に大人4人と子供2人の計6人の遺骨が発見された。手にしていた遺灰の文字から身元が判明し、遺骨は後に遺族に引き取られた。出典、ありがとうございます。